内海利勝 Love and Peace 同じ空の下から、This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 NPO 法人地球環境共生ネットワーク通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾート、ホテル&スパコスタビスタ沖縄、輝きの中に溶けて時を超えてゆく、セポヘイト筋30年横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油ゲーム、スーパーレ髪油ゲーム、スーパー一筋30年横浜の野毛あぐら亭。あれ、oh, wow. 横浜の野毛あぐら亭 .com で検索してください。登る靴店スーパー G、 セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ね、こんにちは。週間のご無沙汰ですけど ね、えみちゃん、もう今日は苦しんでますね。苦しみます、ね、花粉症で。花粉症、ね、秋の。今の時期の花粉症って何なんだ。なんだろう、セイタカアワダチソウっていう通称ブタクサ。ブタクサ。いうの。なんだろうね。ね、多分ね、今日みたいに風が強いと結構。ああ、うん。昨日台風でね。ええ。エミちゃんとか大丈夫でした。大丈夫でしたね。風の向きが違ったからなのかな。そうか、ね、内海さんは。うちはね、俺寝てて全然分かんなかった。あ、でもそうですね。起きたらね、まあ晴れててさ。うん、そう。風は強かったけど。ええ。まあ雨ないから、まあなんとかなるかな。ね、すごい大きいって言ってたから、どうなるんだろうと思ったら。うん、今日はね、俺この後ちょっとレコーディングがあるんで、うん、はい、とっとと帰りますけど。でギター持ってたら山田さんライブでやってくれって言うんだけど ね、今日エレキなんだよ。あ、じゃあね、ね、また今度やりますからね、うん、よろしくお願いしますね。で、まあ、あの、うん、山田さん先週も俺の曲かけてよって言ってくれたんだよね、うん、そう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 ね、今日かけちゃんが来てくれてね。これはね、まあもうだいぶ前ですね、うん、もうかれこれ何十20年以上前かな、そうですか、に出した、うん、まあ久しぶり、それも久しぶりのソロアルバムだったのかな、20年前うん、ぐらいじゃないかなと思うんだよね。30代、40代。だから、今60じゃない、うん、40代。まあ、40代前だな。30代後半みたいな。もう一番やり投げな時だね。やり投げ。あ、投げやり、投げやりですか。ね、その頃の From Here っていうね、ちょっといろいろ曰く付きのアルバムなんですけど、あ、そうなんです、私にとってはですよ。まあ、周りの方は関係ないですけどね。From Here、うんうん、のアルバム。これソロですか？ソロです、ソロ。わお、うん、まあ、あの、メンバーはまあいろいろね、まあ今やってる人もいますしね、まあ一曲聴いてもらいましょうか、はい、ね、From Here から Gambler、うん、これは著作権とかない？大丈夫、俺の自分のあれ登録しちゃうから、あれな、あ、カップもカップだ、そこら辺にあるメタメタメタ、あ、こっちだ、腹の立つこともあるのさ、知らんぷりはでき
沢田健二みたいな。ちょっとこれ見て、沢田健二何人編成で、俺はキーボード、ギター、ドラムでしたね。ああ、じゃあ普通の基本形というか、まあそういうわけでもないから自分の何聞いても恥ずかしいんだよ。だってこの間もっと落ち着かなかったあれはね、もっと若いよ自分近ければまだ近い年齢だとまだ、うん、まあ仕方ないかなって感じだけど、うん、作曲のでしょ、うん、鼻で笑ったの、いやいや鼻がだってブーブー言ってるんです。鼻水出したな これ何曲入ってるんですか。あ、本当に。じゃあまだまだいっぱい出し物ありますねなんか明るいですね。明るいですか、うん、暗い気持ちで作ったのに失礼、感じがダメな気がする。壊れた街はこれよりもあと、あ、随分あそこにつながる。はい、はい、いいですね、はい、ギャンブラー、ギャンブラー、初めさすらいのギャンブラーってつけると思ったそれはやめた方がいいってあ、そうですか、誰かに言われて、うん、さすらいはつけない方がいい、つけないでただのギャンブラーにね、うん、さすら、まあさすらってるようなもんですからね。でもねちょっとこの間よりも声が落ち着いた感じで、もう少し年いってますからいや、ね、いいですね、こう歴史をたどっていろいろ聞くのってね、歴史人に歴史あり、うん、なんかますますファンになっちゃう、あら、うん、多いと思いますよ、そういう方が。どうしましょうか。どうしましょうか。何なんですか。じゃあメール読んじゃいましょうか。はい、ね、うん。まっちゃん。まっちゃん、ね、こんにちは。先週ありがとうございました。リクエストはイーグルスのデスペラー、うん、ちょっとインタビュー。急に落ち着いた。うん、チームスダイミスさん、そしてのぼるさん、こんにちは。先週 ね、うん、先週一緒でしたからね。ね。台風すごかったですね。うん、皆さんの方には被害なかったですかと。ね、うん、とりあえずうちは大丈夫だったね。うちの方は、ね、でも被害があったところはやっぱ、ね、鎌倉とかね、テレビで見たし、ね、あと大変なところもあったんだ。うん、伊豆の伊豆半島、ね、伊豆諸島っていうかあれか。うん、ね、お気をつけ、うん、我が家は10年に一度の台風なんで、テレビで脅かすので、万全の体制をとってなんとか何も飛ばせられずに済みました。あ、よかった。ちゃんとか大丈夫だ、うん、ビルディングだから。関東は台風は過ぎましたが、うん、まだまだ風が強いのでどうぞお気をつけください、ね、はい、ところで先週はありがとうございました、うん、突然の出演でしたが大変楽しかった。こちらこそ楽しかったですよ、ね、うん、反響も想像以上にありそうでしょ、そうでしょ、ね、うん、オンタイムでは聞けなくても、うん、YouTube で見てくれる方が大勢いますねと、うん、ね、あ、そうみたいね、ありがとうございます、ね、これからも楽しい放送を楽しみにしております、うん、またぜひ仕事を抜け出してレアな曲持ってるから、よろしくお願いします、お待ちしてますよ。どの曲かけちゃうんだ、そう、それいいじゃないですか。ウェルカムですよ。その際はどうぞよろしく。はい、もういつでもどうぞどうぞ。ね、じゃあ、ブスカちゃん、読んでも。ブスカちゃん行くんですか、私、次が今、北野さんのあれだったから。じゃあ、北野ちゃん行こうか。あ、はい、北野ちゃん、こんにちは。内海さん、エミーさん、こんにちは、北野です。
先週館内のジョーンズカフェにてライブをしました。ああそこですね。馬車道の馬車道。馬車道はあそこ。吉田町ですね。吉田町か。うん。初めてのお店だったのでとてもドキドキしていました。面白いお店でいろんなものが置いてあってオープンカフェになってて雑貨屋かバーかよくわからないお店です。大抵そういう店になるんです。メニューも食べ物はピザとナッツしかないんですが、うん。飲み物はいろいろあるんですが。歌っている時もドアオープンだから通りすがりのサラリーマンたちが覗くんです。だから路上ドライブしているようで本当ドキドキしました、うん、あそうだったんです ね、まあ、ね半分もう半分路上みたいなもん、ね、チャージも投げ銭スタイルなんですが、うん、まあそんな調子だから一銭も入りませんでした。そんなこと言っちゃっていいですかけど楽しかったら大丈夫です。5万円入ってたって言っとけ今度の日曜日は鶴見ラバーソウルです。頑張ります。うん、ではでは、ね、面白い北郎ちゃん。そうなんです ね、 ね。まあいいよね。うんうん、こういうふうにこう素直なね手書きのメールっていうのはなんかね、うん、心温まる。オーナーからそういう時ってなんか出ないんですか。え？オーナーの方から。まあ、オーナーに聞いてみな。聞いてみなって。あなたも知ってる。私もよく知ってる。そうですね。あえて名前を言いません。はい。ブスカちゃん。ブスカちゃん、ね、こんにちは。先週は夏の終わりかけていただいてありがとうございます。普段聞いてるのはラストライブのライブ版ですので、うん、スタジオ版も新鮮です。あ、そうでしたか。なるほどね。うん、さて、この番組の時間帯にはもう台風は通り過ぎてい、ね、るんでしょうか、うん。このメッセージを書いているのは、うん、番組の13時間ほど前。なので台風に備えてもう寝ますってもう今起きてお仕事してる時水海さんこれ水海さん、うん、ね水海さんって読むんだね、登ってきましたで、あよかった、うん、秋の日差しの中気持ちよい登山でした。よかったです ね、群馬県内の百名山は制覇しました、うん、すごいすごいじゃない、うん、ね、今年は百名山あと一つぐらいかなと。まあでもね、うん、もう半分そうですね弱半分弱、うん言うと思った、なんか言うと思ったさ今 VTR、ねね、ごめんなさい。痛い。ね、うん、じゃあここでじゃあもう一曲いきましょうかね。はい、うん、そうですね。あの、はい、ゴッズピンクのね、うん、ライブももういよいよ、うん、来週に19日。っていうか今週か。そうか、土曜日ですね。もう今週の土曜日19日、県庁にですね、うんうん、そのライブも近づいているので、はい、手前ごとですのでね、あの、聞いてください。はい、ね、ゴッズピンクで、うん、ナイフ&フォーク。うん、なんかゴッツピンクは落ち着きますね。どっちかというと癒し系な感じ。うん、すごい癒し系。バレバレのネタになっちゃった。かもと思ったらやっぱしちゃいました。ね、向こうさんよ、ね、やばいね。カイロがあんまりこういう誤解移動しないと同じところ通るようになってさ。あの4回目に俺でもそれを言ったら俺に言ってくれるから準備4回目ですよって。え、前も言いました。前言ったような記憶ある。ゆうくん、のぼるちゃん言ってて俺も結構ね、親父が言ってこれはまあ、よまあ、みんなも知ってるギャグではあるけどね。素晴らしい。まあ、これは距離があるじゃん、大丈夫です。大丈夫ですか。心が現れるようなね。国籍とかだから、ちゃんとがあんまこだわらない人には心地よいかもしれない。うんうん。まっちゃん読んだんだっけ？まっちゃん読みましたね。まっちゃん来たね。ゆずかちゃんも読んだ。ゆずかちゃんも。そう。ここはプレゼントです。ちょっと行ったわ。すべてが優しい愛しい眠りから覚めたテーブルが
正直すぎだよ。音楽に出てるもん。毒がない。毒ないですね。今キャバクラ行くくせに。好きなくせに。ちょっといいんですか。歌うよ。愛するよ。これ宇宙人やった時にドア閉まってたんでしょ。閉まったと思う。閉まった人に態度変えてね。すごい俺も好きだよ。これ辰巳先生やったんじゃないの。辰巳さんとではなかった。まあなんでしょう。テル、一人じゃないな。一人かテルちゃん。あ兄弟みたいな。兄弟みたいな。そこも似てますね。錯覚しちゃうよ。錯覚しちゃう。では、テルさんの奥さんは、最近男で同じ顔してる。そういうタイプかな。多分ハレーさん。あ、そうなんですか。曲は川端さんで、ちょっとだんだんキーボードでね、曲いっぱい書くの。あ、そうなんですか。俺の曲にも何曲か弾いてるの。あ、マシのイントロとか、あのキーボードみんな。へえ。じゃあ、そろそろベータ後でいいんですか。ゆっくりと。いいですね。ね、うん、あの午後のひととき、皆様どうお過ごしでしょうかって感じで、あのまあサウンド的には無国籍、もうジャンルあんま関係意識してないっていう、まあだからあの自由にね、想像してもらえるような音楽をね、っていう風な感じで目指してるということですよね。なんかお茶が、ね、お茶っていうかね、紅茶とかが似合いそうな。うん、今度ね19日に来ると。うんコーヒーがそうだコーヒーですね。こうだコーヒーだ。コーヒーももらえる。もらえるって言っちゃったあれだけど、まあ、先着何名全部かな。150名様しましたっけ。うん、言ってたからね。うん、ヒロコーヒーっていう ね。この間あの、うん大阪に行ってライブやりましたけどね。その方も 社長っていうかね、方も来てくれて、あれですからね。ミミちゃんの衣装も楽しみですね。あ、そうだね。うんまあ、あの人建長寺の、ね、場所の裏に住んでるから。もうあれだよね。うんじゃあね、ちくろちゃん、ちくろさん、ね、こんにちは。いろんなの聞きたいです。あそう、ね、今日よかったでしょ。皆さんこんにちは、ちくろです、はい、すごい風でしたが、うん、皆様ご無事、はい、家の中でも風の音がすごすぎて怖かった、うん、そうだったんですね、うん、先週の放送はびっくりしました。びっくりしたでしょう。夏希さんマジ河原で棒切り振り回してる場合じゃなかった。棒切り振り回して何やってた。子供とチャンバンごっこでもなんかオンタイムでご挨拶できなかったねえか、いつも思うだけど、松木さんは年齢の割にとても落ち着いたトークですよね。やっぱり上に立つ人、社長さんだな。まあ確かに俺もそう思うよ。あ、松ちゃんの喋り口調っていうかさ、あれなんかこう落ち着いてるよね。うん、政治家のなんかこうそうですか。そうですかみたいなね。うん。そんなまあでもなんとなくね、あの僕より年下ですけども、やっぱり。ね、結構そうですね、若かったんですね。社長は社長ですしね。社長さん。ね。あ、そうなんです。ここのとこ書き込みしてないんですとね。一つしかできないんでごめんちゃい。うん。後で BBS 見に行けますねと。ただいま病院待ち。あらら。うん。放送に間に合えばまた投稿します。ありがとうございます。緑直ちゃん。緑直ちゃん、こんにちは。珍しい。お久しぶりです。皆さん、こんにちは。お世話になっております。こちらこそですよ。今日は台風で風が強く、交通機関も乱れましたが大丈夫でしたか。あ、はい。おかげさまで。とりあえずね、午前中はちょっと止まってるとこもあったみたいな。
うん、ここにはすんなり来れました、ね、うん、ここも全然結構早く着いちゃった。そうそうそう、うん、タワーレコード寄って今日かけようと思ったレコード CD を1枚買ってね、あ、これにはあれが絶対入ってると思って、うん、持ってきたら入ってなかったっていう、ね、悲しいやつ。一生懸命ね、まあ、でもこのバンドフレートマックですけどね、うん、そのバンドですけど、また次にかけますから、ね、そうですね、楽しみ、今週末の県庁ドライブには息子と一緒に行く予定です、うん、楽しみ。紅葉がもう紅葉ってありですか？ない、まだ、まあ、どまだか、いや、まあどうなんだろうね、でも桜が間違えて咲いちゃったぐらいだからね、あったかいから、ね、紅葉も間違えて、ね、歌わない、紅葉も間違えてよくわかんない、ね、じゃあもう一曲、ね、はい、これはもう、うん、あの私もうねよく聞いてたバンドですね、CCR ね、はい、バッドムーンライズ、うん、OK です、 OK です、うん、YouTube の人は聞けませんがって感じで、うん、この歌か、うん、ね、先生だって結構ヒット曲多いんだよな、おー、うん、聞きやすいですもんね、うん、あれ、これも今日買った、もうこれは前から、あ、うん、あ、そっか、今日はフリートマック1個だけだ、まあ、違いですね、あれ、曲名書いてなかったんですか、え、いや、見ないで、これだって確信してたからなあ、間違いない早がい、ちょっとボケが始まってる、テレビ2台、モニター2台あるのに今更思ってるし、そう、何を言ってるの、俺、なんか変な、俺なんか俺1台だったら気がしちゃったんだよないつも2つ、これはなんか屋上から撮ってる、あ、なんかあのでしょ、うん、あ、そうなの、ここの、ここの絵なの、そう、ここは屋上から撮ってる、あ、そうなんですよ、うん、綺麗でしょうね、綺麗だね、うん、空がすごい綺麗だから、台風の後って結構遠くが綺麗、うん、あ、だって朝虹が出てたって、そうでしょ、ね、言ってた、うん、台風の次の日は気持ちいいもんだって言った、見えない、ああ、ほんと、へぇ、いつも見えるんですか、見えるみたいですよ、なんだっけ、あの新しいタワー、東京、あ、 あ、 あれも見えちゃう、あ、スカイツリー、ね、スカイツリーも見えるんですよね、あ、そうなんですか、そう、今日空気いいはずなのね、空気、うん、あ、これ山田さん動かしてんの、そうじゃない、そういうタワー、え、これ山田さん動かしてんですか、え、本当にすごい、超超重視、あ、綺麗だ綺麗だ、あ、青空 の、 あのピン色合いがピンクと、ピンクじゃねえけど、終わっちゃった、綺麗ですね、はい、ね、バッドムーンライズ、 ね、 ね今夜の曲かけながら、ね、夕暮れというか昼間の映像を ね、 ね、このね、今放送してるの、うん、ビルの屋上に、コス、武蔵小杉タワープレイスの、タワープレイスの屋上にあるカメラが、うん、ね、なんていう、ね、ミキサー山さんが操作して、動かせるという。ね、360度。360度。見えてたから。いいね。びっくりして、おお、動いてる、動いてる。これはなかなか見える映像じゃない。ね、うん。これずーっと映してたらなんか、ね、面白いものが映ってる、ね。ビデオにするわけ、ね、あそこのマンションの人何してんだろうそれはやっぱ覗きになっちゃう。そうですね。はい。ってなわけですよ、ね、ね、うん、CCR、ね、懐かしい感じでしたね。ね、うん、うん、なんかいいですね。ね、うん、じゃあ、エミちゃん、曲。もう言っちゃうんですか、行こうよ。あ、そう。うん。うん、なんか ね、 ね、あの、シャデイなんですけど。シャデイ。うん、シャデイ聞くと私は寒くなるんですよ。あ、そうかな。寒くなるって違うの。あの、声が透き通って、すごいいい感じだから、うん。俺も好き。これは冬に聞けないんですよ、私。うんうんうん、冬聞くともうすごい、そうだ、ね、うん、なんか寒くなるから、そうかな、今のうちの季節に聞いておきたいなと。あ、なるほどね。うん。でも、シャデイってさ、うん、もう最近やつ活動してます。あ、なんか新しいの出したんじゃないですか。本当。うん、この間なんか。あ、そう。この人の声ってやっぱり、まあ唯一無二だよね。うん、他にないよね、あんまりね。ね。こういう感じの。聞くとすぐ分かりますもんね。そうそう、歌い方も独特だしさ。うん。ね、そう。うん。大好き。なかなかいいじゃないですか。大人の女性感じますよね。大人だね。ね、うん、まあ。あなたも十分大人ですから。すいません。大人になりきれない。なりきれない。大人。大人になりきれない。遊び足りない子供たちってのは聞いた。まあいいや。ちょっとクールに行きましょうよね。ここはね、シャデイのスムースオペレーター。
あれこれそうでしたよね。そうだった？え、これほら入ってないんだよ。ああそうか。多分そうじゃない。そう、ね、そう青時してあるからね。まあ、それで変わりはない。そう。オッケーです。オッケー。オッケー。オッケー。あ聞いてくれたの。うん。プロモーションビデオかなんか見たことあるもんね。なんか髪の毛キャッとしてなんかこうやってちょっとなんかこうね独特な顔もね、うん、ルックスもなんか、まあ、あんまり背の大きい人じゃないのがいい。あ、そうなんですか。うん、なんかスーッとしなんかあのドレスっていうかあれ確かね、何着てたんだろう覚えてないけど何か髪の毛してそうそうかなりかつこさんみたいな パーティーっぽいそれこそナイトクラブっぽいって言ったらいいかな、うん、もうなんかね、私は金井勝子さん他人の関係でしたなんとなくそうかもね。パッパッパラッパみたいな。あの金井勝子さんもこうビブラッドとかかけないもんね。この人もかけない、うん、なんかスコーン棒だもん、うん、こういう歌い方って難しいんだよ。ああ、そうなんですか、うん、音程がよっぽどしっかりしてないと。ああ、そういう目立つってのもあるし。ああ、へえ、ちょっと止まってきたかな。これ山田さん動かしてるとは知らなかったね。うん、UFO とか映らない。あ、面白いかも。これのことを言ってたんですか。何を映してんの。画面、画面ですよ、ま、回してるよ。山田さん、屋上のカメラぐるぐる回っちゃってる。原始でも面白いよね。ここで操作できるよ ね, ね, ね。だって屋上ですよ。屋上だもん。こっから操作できるの。すごいね。まあこの時代だから え、あ、そう、あ、こっちが今映ってるのがそうなの。ああ、綺麗だよね。今ね、これやっぱ望遠とかできないんですかね。うん、あ、できた。あ、あ、本当だ本当だ本当だ。まだして、あ、すごいすごい綺麗。ああ、ほほほ。あれマリンタワーじゃないんですね。でもね。あ、でもやっぱ風です。え、見えた。見えた。ね、ロマンチックだよね。すごいですね。踊って踊ってるし。これを見ながら。いいな。うん。おお。マニターもっと低いんですよね、うん、あれね。はい、まあ、ちょうどいいじゃない。あ、ちょっと40秒の間に鼻かめるから。はい、はい、あ、すごい。こっから見るとすごく近く見えるけどね、うん、でもね、揺れてるよ、やっぱり微妙に。ああ、微妙にするとか、ね、風、風っていうか、風あらら、地震じゃないの。え、地震？いやいやいや、カメラ揺れてる。はい、はい、いいでしょ。ね、いいね、シャーデ。SADAE って書いて、シャーデ。い、え、違ったっけ。SADE でね。いいんだよね。今1個なんか多くなかったですか。なんか音、いいな、ね、落ち着くね、うんうん。全然違うこと話してたのに。ね。あの人のまた聞きたいですね。ね、うん。新しいのがあれば新しいのも聞いてみたいです。今のうちに聞きましょう。冬は寒いから。そうだね。はい。こんな感じで ね, ね。じゃあ、次のコーナー行きますか。はい、次のコーナーに行きます。はい、ちょっと早かったけど。あ、そうか、うん、ああ、おかしい。30年横浜のげあぐらて。